エイペックスツインよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第3節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。エクセレントゴー、見事先制点を獲得しました。もう一度見てみましょう。果敢にスライディング、ヘッド、キラーパスになるのか。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。頭でつないで華麗なドリブル、走り込んできた。オフサイドはない。キーパーファンブル。コーナーキックを得ました。ヘディング、華麗なドリブル、
前半30分過ぎました。攻撃を組み立てます。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。一旦下げる。中盤でのプレッシャーがかなりきついですね。これはゴールキック。どこを狙っているのか。スペースができている。これはコーナーキック。さあチャンス到来。チャンスボールになるか。さあここからどう攻める。シュート。流れを止めた。オフサイドの網にはかからない。ここで折り返す。これは惜しい。中へ上げる。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。これは大きなミス。ヘッドでパスを送る。おっと奪った。シュート。これはゴールキック。これは惜しい。ヘッドパス。
わせた。さあここからどう攻める。スローインです。これは危険だ。コーナーキックです。さあチャンス到来。ボールが宙をさまよう。危ない。前が空いた。外してしまった。これは決めなければいけない。決めることができない。ハーフスコーを狙った。おっと足がかかった。ふわっと上げる。シュート。タッチできない。スペースができている。おっとここで試合終了の笛が鳴りました。圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。